はい、ではどうもこんにちは、わたけむずと申します。はい、早速ですね、今回紹介していくポケモンは叫ぶしっぽですね。はい、こちらはでも完全起点型のね、叫ぶしっぽとなっておりまして、日本バレー滅びの歌リフレクターステルスロックとなっております。努力値の方がですね、防御と HP マックスにさせております。成果構成は特防を上げてね、まあ、どっちにもね、まあ、耐えれるようにはしております。で、裏はもちろんこの2人をね、出していこうかなと考えております。あとの3人はカモフラージュです。はい、ってことでですね、あ、だからね、コータスいらないかもね。ちょっとコータス抜くかもしれないです。はい、でね、まあこれね、どうなんですかね。で、あれですね、古代活性で防御を、まあ、さらに1段階上げれると、日本バレーをすることによって。で、まあ、なんかめんどくさいね、たまにね、いるじゃないですか、なんか小さくなるとかしてくるバカがいるんですけど、まあそんなやつはね、滅びの歌でね、まあ死んでくれと、まあ交代してくれよといった感じでね、まあ滅びの歌を入れることによって、まあ、サーフ棒以外にはほとんど強いんじゃないかなと思っております。で、リフレクターを張ることによって裏のこの2人にも、まあ全然余裕で返せるので、交代できるので、まああくびよりはちょっとね弱いかもしれないんですかね。まあやっぱ滅びの歌もね、3ターン以内ね交代しないと絶対に死んでしまうね、最強技なのでね、はい、こちらでね暴れていきたいなと思っております。素早さの方がね意外と高くて、100、これ88レベルなんでちょっとあれなんですけど、110ぐらいだったかな、実数値でぐらいあったので、まあね、どの起点作成型よりもね早いと思ってるのでね、素早さを振ってないやつ以外には。はい、なのでね、まあ上からステルスロック打ったり滅びの歌打ったりできるんじゃないかと思っております。はい、ではね、早速試合の方行ってみましょう。はい、やっていきましょうってことでですね、めんどくさいポケモンが、まあサーフ号と、違う、相手は、キノガッサと、巨人音がめんどくさくて、まあ、サーフ号で倒せます、二人は。で、ワンチャン海流も倒せる。まあ、叫ぶ尻尾、これ、まあ、滅びの歌とかで、ワンワンやっとけばよくて、まあ、最後はどうしよっかな。羽ばたく神とかにしますかね。羽ばたく神で素早さ上げちゃえばいいかな。そうですね、これでいきますか。いや、これね、あいつが今回地獄好きなんで、フレアソング打たせれないようにできるんですよね、あのやつを。なのでこっちでいきますか。トドロック付きでいきますか。そうですね、これでいきましょう。はい、出た。もうね、これは読んでます。なんかね、最近キノガッサが強いと、キノガッサが強い強い言われてるんで、これね、シャドウがクソ一貫してるって思うけど、あいつ読みで巨人を読みでゴールドラッシュいきます。してこんないかわいい。時短打されても意味がないと。なぜかというと隠密文字だから。地ならし、地ならしまあまあ耐えるように調整しとるっていうよりかは、普通に打っても、普通に耐えるので、まあこれ CS ブッパで素早さぶりなんですけど、耐えるように調整されてる。はい、今このゴミキノガッサは
こちら側が楽に処理ができると。これはね、叫ぶ尻尾ですね。これは叫ばせてもらいますよ。何してくんだろう。さあ、何してくるんですか、君は。あー、オッケー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 。そういうタイプはオッケー。さあ、こういうタイプにですね、滅びの歌を聴かせてあげましょう。一発では死なない。あー、オッケーオッケー。ノーマルは全然オッケーですね。さあ、何してくるんでしょうか。もう一回流動してくる。あ、新曲なんだ。普通に大丈夫なんですけど。さあ、何してくるんですか、あなたは。弾いてくるんですか。で、ここはね、ステロから巻きましょうか。 OK、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 OK。 さあ、これ耐えるので多分ギリ耐えるんじゃないかな。いや、ギリ耐えるよな、多分これ。リフレクター貼った方がいい気がするけど、新速ってくるんだったらサーフ号に引きたい。いや、でも別に残す必要ないか。まあ、リフレクター貼れればいいなぐらいでリフレクターにしましょう。オッケー、耐えていく。さあ、引くんですか、引かないんですか。いや、これね、このまま死んじゃっていい気がするな。日本バレで死んで裏からうん、裏から轟く突き出してでいい気がするな。それでいきましょう。はい、これはね、やったな。やってねえわ別に。大丈夫大丈夫大丈夫。しかもブーストエナジーか。オッケー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 。特攻が高まった。オッケーオッケーオッケー。素早さじゃないんならオッケー。あ、じゃあ特攻が高まったらダメじゃん。ダメだけど大丈夫です。さあ、ここで華麗に退場していくと。さあ、海流1枚新速新速ホノパンを3発耐えれるんですから、これはね、強いですよ。はい、で、これで、まあ、絶対ムーンフォースってくるんで、ここはテラバーストでいいか。はい、テラバーストで。新速ってる、新速大丈夫でしょ。耐えるよね多分。しかもこっちの方が早い。うわ、はい、バカ野郎。残念。いや、幅叫ぶ尻尾いいですね。あの歌のドットムジカ歌ったんじゃないですか。はい、食らっていく。これで、
まあ、テラバーストで勝ちですね。うわあ、まあ次で勝ちでしょう。受かってないと、残念ながら。さあ、テラバーストより激鱗の方が強いんかな、これ。まあ、もう一回テラバーストいいっすね。はい、全然食らいませんさあ、晴れテラバーストなんでね、まあそりゃ強いっすよね。相手ことね、叫ぶ尻尾がね、めちゃくちゃ活躍しましたね、これ。いやー、皆さん、ぜひ滅びの歌叫ぶ尻尾を使ってみてはいかがでしょうか。はい、では対戦の方やっていきましょう。これコータス、どうしよっかな。コータス出していいかな。なんかコータスでいい気がするな。コータス初手叫ぶ尻尾で、後ろを羽ばたく神が強いんじゃないんですか。海竜の神速も効かないし、まあね、この羽ばたく神もね、ちょっと明日動画出そっかな。いや、これね、多分技構成が完璧なんだよね、本当に。はい、ってことでこれでいきましょう。なんかもう、なんか選出から勝ってる気がするんだけどな。で、コータスは D に振っていて、叫ぶ尻尾は B に振ってるので、まあ一応物理特殊どっちでも相手ができると。さあ、鉄の罪でしょうね、そりゃ。 OK で、まあ効きませんよと。とりあえずここはまあ、あくびでいいっすね。しかも外していくよ、うますぎ。それは見えば。まあ、ここ多分クイックターンしてくるので、ステロで。あー、出てくるんだ。あぶねー。当ててくるんだじゃねえわ。眠らせてくるんだ。これどうしよっかな。物理だもんね。物理は弱いので、まあ一旦羽ばたく紙に落とさせますか。でこっちが勝ってるので、まあ上から何打ててもいいと、何でも打てますよと。ここ 100% 寝てるターンなので、よし、オッケー。で、まあ、切られても困るので、マジカルフレーム打っときます。起きられても、まあ、最小限の、ダメージを抑えれるように、マジカルフレームで、突破位置なんかね、下げるようにしています。でも、相手が下げてきたので、ここはどうしようかな。海流か。カイリーも結構勝ちなんだよな。オッケー。これムーンフォー打ったら死、ムーンフォー打ったら死ぬよね。何してんだろうこの人。まあでも一応怖いから、まあ一回叫ぶ尻尾を出して、何してくるか分かんないんでね。一応素早さ上げてるからな。何してくんだろう。テラスタル切ってくるってことだよね。あ、
そういうタイプ。で、ん？ステルスロックあるよね。どういうことだ。何がしたいんだろうこの人。じゃあリフレクター貼ります。アイススピナーってフィールドを消すんだよね。なんか間違えてるよねこの人。ムーフォース打っとけばよかったな。別に進捗効かないんだよな全然。はい、強い。じゃあ、まあ新作って来られても何でもいいから羽ばたく神でいいや。まあ、絶対一発じゃ死なないから大丈夫ですと。で新作ってくるのかな。オッケーオッケーオッケー。ここ透かしていくのでかい。で、今ムーンフォースでよくて OK。 ディーブリなんだこいつ。あぶねー。まあまあ素早さが下がってても僕の方が早いので、まあ、ここはマジカルフレームでいいですね。下げてきたように OK。これ詰めて勝ちですかね、もしかしたら。ウルガモス。これね、勝ちだな。勝ちなんだけど、素早さ、いや、先にあれだよな、多分。シャドボ打っといて、いやシャドボ打っといていい気がするな。これシャドボ打っときます。オーケー。で裏下げて受けるんか。しかもこいつなら勝ちだな。いや勝ちっすね。120% 勝ちですね。いや最速攻撃されたら終わりか。いやこれミスったな。でも素早さ上げてんだよねこっち。さあ負けないでよ。寝ててよ。オッケー。危ねー。ちょっと一瞬プレミったけど、まあ寝てたおかげで勝てました。はい、ってことでね、はい、叫ぶ尻尾のね、滅びの歌バージョン使ってみてはいかがでしょうか。結構強いと思います。ではね、終わりにしたいと思います。はい、ではありがとうございました。またねー。